ごさん、まあ基本が全てですね。まあ基本から始まり、基本で終わるというか。まあ今回ね、PayPay ペペ銀行にしましょうか。あの、これね、僕やろうと思ってるやつなんですけど、今。あの、A8 のえー、っとセルフバックで1万円です。で、これ条件が、まあ僕、あの、 ジャパネット銀行を持てたんですけど、ジャパネット銀行、まあ、PayPay 銀行に変わったわけなんですけど、このキャッシングですね。キャッシングの制約というか、審査通過。っこ審査通過なんで、要は、その、PayPay ペペ銀行でキャッシング枠が審査通過になった場合は、あのー、1万円の報酬というのがあるので、これやってみようかなっていう。で困った時にま、まね、 受で、これ審査通過しただけでね、多分これ、借入金書いてないんで、だから審査通過して、なおかつ、まあ、FX の口座解説とか、どれぐらい、なんか取引しないといけないみたいな審査あの条件あると思うんですけど、あの、なんだ、これいいっすね。1万円ですから。で、さなおかつ動画のネタにもなるし <laughs>、キャッシング <laughs>。キャッシングっていうキーワードいいですからね <laughs>。 これ1万円ですよ。まあ、他にもね、なんか4000円ぐらいのやつあったんですよ。まだカードと、僕持ってないやつが。なんだっけな。4000円で、ああ、これもう下がっちゃったかな。なんかね、僕がまだ取ってないカードで4000円ぐらいのがあって。まあ、結構ね、もうだいぶ、だいぶ僕カード取っちゃったんで、あれなんですけど。うん。あ、もうなんかキャンペーン終わっちゃったかな。 4000円。4000円終わっちゃったな。あ、これ4000円終わっちゃったんじゃないかな。あ、まだある。まだある、これ。これありますよ。ランキング7位。これ、いつまでだあ、今月末までだすな。これちょっとやろう。これキャンペーンで4600円なんですけど、あのー、 三井のリボ払いですね。リボ払い専用カー,カード、年会費無料です、これ。これは僕、三井のリボ払いのカードはまだこれ取得してないので、これもちょっと4600円ですか。うんリボ。リボ払い専用カードですね。はい、年会費無料っていうやつです、はい。これ僕多分審査通ると思うんで、やれば。4600円ですね。三井住友系はもう通るんで、多分。 これ、だから、あのー、やろうかな、って感じですね。だから、1万、これで、1万4600円ですか、やれば。僕の場合、多分。まあ、PayPay 銀行は、どうだろうな。多分、キャッシング枠通ると思うんですけどね。うん。じゃあ、これ、1万4600円稼ぐって言ったら、労働で言うならば、時給1000円で、8時間働いて8000円でしょだから、何時間だ ?14 時間働かないと、まあ、稼げない金額が、まあ、いただけるわけですよね。 ものの10分ぐらいじゃないですか。ものの10分ぐらいで <laughs>。だからね、僕もあの、久保さんとのこの、やりとりで、まあ、A8 のセルフバッグ見るようになりましたね。今まで僕、全然やってなかったんですけど、やっぱ大事だなっていう <laughs>。で、しかもやっぱその動画のネタにして、トラフィック見て、あ、これ美味しいじゃんっていうことに、その、な何層の旨みですよね <laughs>。もう体験したんで、だ,だから、 そのセルフバックして終わりだったらうまみはね、そんなにないんですけど、そこで情報発信して集客する。だから僕の再生数稼いでるやつで、カード系かなりあるので、うん、多分カード系の動画のトラフィックアクセスだけで多分、うん、30万ぐらいはあると思います。30万アクセスはあると思いますね。全部カード系とかキャッシング系のね、いっぱい大量に動画僕あるんですけど、多分合わせると30万ぐらいのトラフィックを集めてますねで。あと広告収入もね、あるし。 なんか高いしでそこからのリスト登録もあるしめちゃめちゃ美味しいですよねでなおかつ僕は、まあ、こリスト集めてそこで商品売ってますのでそれ売れればそううのまた利益出るし <laughs>、うん、だからまあ久保さんもねまぁ、あ、クマン調でも言ってますけども、まあ、基本プラスアルファっていうところですね基本もやりつつやっぱ発信もしていくといいよっていう話ですだからそれを久保さんの場合は教えるっていうことね まあ僕もそれを言ってますけど、そのやり方を教えていくっていう。で、それをコンテンツにして、販売していくと、ね、久保さんが一番最初にやったのは、自己アフリートセミナーで、参加費2万円で40名で80万でしたっけ僕ね、いまだにいけますよ。いけてか、いけません久保さん。てか、ずっといけると思うんですよね <laughs>。ポイ活で30万稼ぐ方法とかね売れ、売れますよね。1万円とかで。どうですかポイ活で、 何のノーリスクでポイ活で30万稼ぐ方法みたいなコンテンツ販売。まあ、これセミナーはね、今コロナなんであれですけども、まあその、どういう風にポイ活やっていくのかっていう、ポイ活、ポイ活徹底マニュアルみたいなね。ポイ活で、まずポイ活でノーリスクで2ヶ月、3ヶ月で30万稼ぐっていう。ここ全然売れますよね、久保さんね。もう売ってるか分かんないですけど。<laughs> まあ久保さんの場合はそのコンテンツが即可塾にあるよってことで、即可塾売ってるとは思いますけど。 まあ、結売れててるってことですね、うん、だからまあ、まあずっと初心者、だから自己アフリエイトなんか15年前ってかもね、もうずっと昔からあるわけなんですけど、結局そ,のそれを知らない初心者の人、知っててもやってない。僕なんか15年ネットビジネスやってて、知ってますよ。知ってるけど、やっぱやらないんですよね。だから知ってるとやってるじゃんやっぱ違うので、うんや、やって気づいたことがたくさんありますね。本当に。 うん、あこれめっちゃうまいな。美味しいな、みたいな。これセルフバックガンガンやった方が動画のネタになるし、めっちゃええやん、みたいなね。<laughs> うん、で、商品売らなくてもお金もらえるわけじゃないですか。A8 さんから一応。まあ、A8 さんを通して広告主からも,もらってるわけですけど。美味しいですよね、これね。うん。だからまあ、やった方がいいんじゃないかなと思いますね。お金は降ってこないですから。でもお金は降ってこないけど、お金は落ちてるんですよ。 お金は降ってこないけどお金は落ちてるということでございます。いってらっしゃい。